フロント XT5 は GM が製造、キャデラックブランドで販売している自動車である。2015年にドバイ自動車賞とロサンゼルス自動車賞にてコンセプトカーが発表された。2016年の春に生産を開始するにあたり、キャデラックの新しい社名命名方式によって SRX から XT5 へと社名を変更した。キャデラックは2017年半期の販売台数が 約3万台に上り、前年同期比で約34%の増加となった。その販売台数のうち約44%を XT5 が占めた。高張力鋼板をレーザー溶接で剛性を持たせる方式は、ラグジュアリーセグメントでも普及しているが、GM が特許を持つ異素材接着技術を多用し、鋼板を軽量構造接着剤で、 接着溶接することで面での合成を確保。それにより無駄な補強を軽減することができ、同クラス再計量を実現した。日本では、XT5 クロスオーバーとして、2017年10月から販売が開始された。日本市場へは、XT5 クロスオーバーラグジュアリー、XT5 クロスオーバープラチナムの2グレードが導入された。エンジンは最高出力 314PS の、 自然吸気の3.6リッター V6DOHC が搭載された。同時に、日本導入を記念した特別使用車、ファーストリミテッドエディションが発売された。限定20台。2018年10月10日、発売1周年を記念した特別使用車、キャデラック XT5、クロスオーバーアーバンブラックスペシャルが発表され、同月11日から発売が開始された。 2019年1月16日、一部、仕様変更された。ボディカラーに新色が追加されたほか、新世代のワイヤレス給電システムが搭載された。ありがとうございます。